7番市政会、下道恵子でございます。議長のお許しが出ましたので、次の6件の、質問をさせていただきます。一問一答でお願いいたします。順番にさせていただきます。まず1番目、宅配ボックス設置への補助について。昨今宅配便の再配達が社会問題の一つとして挙がっています。その原因として、パソコンだけでなくタブレットやスマートフォンの普及により、インターネットショッピングを利用する人が増えてきたことがあります。店頭に出向くことなく自宅にいて欲しいものが手に入るネット通販は、重いものを持って帰る手間も時間も省けて便利だからです。しかしその反面、共働きや一人住まいの家庭では日中留守にすることが多く、家に帰りますと不在連絡票が置いてあることが多々あります。中には再配達の連絡をすることがとても面倒だと思い、ストレスを感じる人もいるようです。宅配業者さんの配達側から言っても二度手間になることで、過剰労働の問題が出てくることになります。そして環境の面から見ても、二酸化炭素排出量も多くなると言われています。そこで阿波田市が宅配便の再配達がない町を作ろうと、ある大手電機メーカーや宅配関係業者の協力を得て、宅配ボックス実証実験を行ったと聞きました。平成28年の12月から平成29年の3月までの、4ヶ月間なんですけれども、市内一戸建て世帯106箇所に宅配ボックスを設置し、モニタリングをしたところ、なんと再配達率が 49% から 8% に激変したそうです。また、宅配業者の労働時間も約223時間が削減され、トラックが出る二酸化炭素排出量も約446キログラム削減されたという結果が出ております。そこで、これからも宅配ボックスを設置する過程があれば、宅配ボックスの購入代金の補助を2分の1、補助限度額は4万円という補助制度を新設したとありました。現在も申請されるということで、補助金の申請がいくつか出てきているそうです。このように、配達に従事する方々の負担軽減や、環境への配慮、そして再配達の連絡をする煩わしさをなくする宅配ボックス設置を市で推奨し、また購入資金の補助もできないかお伺いいたします。水上商工観光部長。宅配ボックスの設置への補助についてお答えをいたします。留守の際に届いた小荷物を納める宅配ボックスにつきましては、マンションなど最近の集合住宅では一般化してきています。私も先日、出張の際に、実際、マンションの宅配ボックスを活用しまして、ずいぶん便利なシステムになっているんだなということは、ちょっと感激したことがございます。近年、戸建て住宅用の宅配ボックスも販売されていますが、実はマンションのように、管理人がいて、セキュリティの内側でやるのと違いまして、セキュリティの問題、それから本人確認などの課題もありまして、普及に至っていないのが実情とお聞きをしています。こうした中、阿波田市では宅配ボックスの製造を手掛ける大手電機メーカー及び宅配事業者と連携し、限定した住宅の了解をあらかじめいただくことで、セキュリティや本人確認の課題をクリアし、期間を定めた実証実験を実施したと、そのようにお聞きをしています。戸建て住宅用の宅配ボックスが一般に普及すれば、利用者と事業者の負担軽減および環境負荷軽減など、さまざまなメリットが考えられますので、まずはご提案にありました、阿波田市の取り組み等を研究させていただきたいと、そのように考えております。
7番。はい、ありがとうございます。和田氏さんの方にもちょっとお伺いしたんですけれども、まあ、宅配ボックス設置に補助をすることになった理由の一つは、今時の若い世代に多い、まあ、各家族で共働きの世帯を応援するためのこともあります。まあ、夜仕事から帰ってきてから不在連絡表を見て再配達を電話でお願いし、また荷物の配達を待つというちょっとしたことが、まあ、結構面倒だって伺ったということもありまして、そんな家族にはいつでも時間を気にせず、まあ、荷物を受け取ることができればと思って、まあ、そういうことも考えられたそうです。インターネットを使う方ですと、お惣菜などはスーパー行って買っても、品物によってはネット注文で購入する方が結構いらっしゃいます。本当に私もたまにするんですけども、店頭に出向く煩わしさがなく早く着くし、品物程度もいいってこともありまして、まあ、注文して宅配便で配させてもらうんですけれども、時間が設定ができないんですね。きちんと何時ごろ来てくださいとか、だいたい何時ごろってなくて、2時から4時までの間とか、まあ、朝では10時から12時前で2時間ぐらいの差がありまして、その間ずっと家で待ってなきゃいけない、誰もいないと待ってなきゃいけない、そういうことが、まあ、大変だってよく言われたりします。そして宅配再配達入っておりますと、またその時間に待ってなきゃいけませんし、配達業者の方も何度も、まあ、2回も来ていただくということで、まあ、申し訳なくて、私も、まあ、市内の方が運転手さんやったこともありますけれども、誤ったことがあります。まあ、この宅配ボックス案としては、私働く方にとっては効率が良くなりますし、受け取る側にとっても助かるものと思いますので、まあ、今から研究していただきまして、大体的に推奨とかしていただき、補助についても前向きな検討よろしくお願いいたします。それでは2番目に移らせていただきます。この市内の夜のタクシー運行対策について、この質問につきましては、先ほどから午前中田中議員と山田議員のお二人への答弁が出ておりますので、私の質問と感想をちょっと述べさせていただくということで終わらせていただきます。はい、この9月1日より市内のタクシー業者が午後7時からの運行営業をやめることが報告され、大変驚きました。今までその時間帯にタクシーを利用していたのは、高齢者の一人世帯や高齢者夫婦だけの世帯で、免許を持たない方、免許返納した方が多いです。買い物に行ったり、急に腹痛などで救急車呼ぶまでもないときにタクシーを利用されております。その他には飲み会などの利用です。これは家族の送迎や代行業者に頼ればいいのかもしれません。しかし前者の方々については、これからどうすればよろしいのでしょうか。救急車を呼ぶ回数が増える可能性もありますし、逆に苦しくても救急車を呼ぶことに抵抗があり、病院に行かずして手遅れになるという場合も考えられます。もう一つは観光客対応です。観光の街として生きていく矢先に、夜の時間帯にタクシーがないなんて、おもてなしの精神から離れていくのではないでしょうか。地元民だけでなく、観光客の足がなくなることは、捨てておけないとても重要な問題の一つです。これは早急に解決しないと本当に大変なことになると思います。また市の職員が公用車を使用して無償輸送を午後7時から9時までするという対策案は差し当たって考えられたのだと思いますが、なるべく早く次の案を検討しないと、それこそ職員さんにとって過剰残業になるのではと懸念いたします。慣れない接客とか、行ったことのない地域までの運転をしなくてはならず、精神的にも疲れ、事故につながる原因ともなりません。そこで提案として、三重県菰野町の事例を挙げてみます。菰野町では、住民がドライバーとなり、高齢者ら市民を安く送迎する、II自動車というシステムを導入しています。運転は市内の免許を持っている市民の方に登録しておいてもらい、連絡が来たら依頼者の車で依頼者を目的地へ運びます。この菰野町では社会福祉協議会が運営していまして、そこの車を使用しています。
地域で支え合うことが目的なので、運転手さんに登録する方はタクシー運転の経験のある方や地域で何か役に立ちたいと思っている方々です。まあ、このような IR 自動車システムを市で考えないかと思っているところでありましたけれども、まあ、あの答弁の中になんとか良い方向になるという、お話がありまして、まあ、今定例会中にも報告があるというご返事を、答弁をお聞きしましたので、まあ、それを期待いたしまして、この件はすみません、感想だけで終わらせていただきますので、お願いいたします。すみません、じゃあ3番目行かせていただきます。新生児の聴覚検査について。新生児の聴覚検査とは、生まれた時から耳が聞こえにくい赤ちゃんを発見するための検査で、生後3日以内に赤ちゃんにヘッドホンから数分間小さな音を聞かせ、額や頬に貼った電極で脳波の変化を見て耳が聞こえているか調べるものです。日本耳鼻咽喉科学会によりますと、その検査によって、毎年1000人に1人から2人の割合で、遺伝子の変異やウイルスの感染が原因で難聴になっている新生児が見つかるそうです。早期に発見して治療を開始すれば、言葉の発達の遅れが最小限に抑えられ、生活への影響が小さく済むということから、検査は非常に重要なものであることが分かります。しかし、その検査の実態調査の結果ですが、厚生労働省母子保健課の調べでは、まあ、平成26年度ですけれども、把握状況として、全国では約 65% が実施していましたけれども、まあ、公費負担を実施しているのはたった 6% に過ぎませんでした。中でも福井県は17市区町において、唯一全然実施していなくて、0% でした。まあ、検査票に関しては、平成19年度までは公費補助がありましたんですけれども、その分、それからは国は検査に対する公費補助を自治体の裁量で使える一般財源とし、地方単位で取り組むように通知しているとありました。当市では、新生児の聴覚検査について、現在のどのように対処されているのか、お伺いいたします。松井健康福祉部長。新生児の聴覚検査についてお答えいたします。新生児聴覚検査は、聴覚障害を早期に発見し、聴覚障害による発達の影響を最小限にすることを目的に推進されています。県内では、新生児聴覚検査の公費負担を実施している市、町はありませんが、助産所を除き、出産を取り扱う18医療機関のすべてで実施されております。また、県では平成29年度から、新生児聴覚検査体制整備事業として、新生児聴覚検査にかかる医療機関、教育機関、医師会、行政等の関係機関による協議会の設置や研修会を開催し、新生児聴覚検査の推進体制を整備しているところでございます。市の現在の取り組みといたしましては、新生児訪問時に新生児聴覚検査の実施状況の把握や精密検査が必要な場合の受診勧奨を行っております。検査の目的が早期発見、早期療育でございますので、今後も適切な保健指導を行ってまいります。また、公費負担については、県の新生児聴覚検査体制整備の進捗状況や他市町の動向を踏まえて今後検討してまいります。7番。ありがとうございます。
と医療機関で、まあ、聴覚検査とか一応しているっていうお話をお聞きしたんですけれども、なんか厚生労働省の方になんか届け出があまりなかったという話もちょっとお聞きしたんですけれども、それで一応 0% っていう結果が出ておりまして、なんか本当にあのしているのにもかかわらず福井県だけがゼロになってちょっと残念だったなと思ってるんですが、今28年度、そういう国からすごくきちんとやってくださいっていう、まあ、取り組みのお達しが出たそうで、今福井県もあの力を入れてくださってるというお話をお聞きいたしました。費用については、まあ、大体5000円程度、まあ、その色いろいろあるんですけれども5000円程度なんだそうですけれども、まああのまあ、産む家庭にすれば公的補助があるかないかではやっぱりそれを全然違いますね。5000円ってやっぱり結構高いので、すべての赤ちゃんが受けられるように、今後なったらいいなと思っているんですが、まあ、あの滋賀県長浜市というところがありますけれども、そちらも平成29年度から母子健康手帳を発行するときに5000円の補助券を配布しているんだそうです、するようになったそうです。で、医療機関にも、まあ、母子手帳に検査日や検査内容を記入することを徹底してもらっているとありました。今からですね、新生児段階で聴覚検査を受けることで、まあ、早期診断ができ、言語発育においてもとても重要になると思いますので、まあ、今年度から先もあのおっしゃっていただきましたように福井県が、強く推奨していくというお話でしたので、勝山氏も、まあ、県の動きを見ながらでもよろしいので、ぜひとも、まあ、いずれ公費負担に進んでいけるようによろしくお願いいたします。4番目いただきます。手話言語条例の制定について、2011年8月に公布されました改正障害者基本法で手話が言語であるとして法律で裏付けされました。現在全国的に手話言語条例の制定が進んでいます。2013年に鳥取県が一番になり、この6月30日現在では13県79市9町の101自治体、が条例の制定をしています。この福井県でも、今年の5月に県議会が県手話言語条例の制定に向けた検討委員会を設置したそうで、もしかすると来年あたりは実現するかもしれません。そこで、昨年の12月定例会におきまして、まあ、あの下牧議員の一般質問の答弁におかれまして、手話言語条例の検討委員会を設置する方向で前向きに進めるとありましたが、その後どんな状況なのかをお伺いいたします。まあ、実はお隣の大野市の方でもこの9月定例会にある議員から提案されるとお聞きしておりましたので、まあ福祉では県下一番と言われている勝山市ですので、ぜひとも私の中では一番になれるようにと願っておりますが、よろしくお願いいたします。山岸市長。ただいまの手話言語条例の制定についてお答えいたします。勝山市は昨年6月に全国手話言語市区長会、この区長というのは東京23区の長は区長ですから、まあ、市長と同じ機能を持ってますけれども区長というんですね。ですから全国手話言語市区長会の設立趣旨にいち早く賛同いたしまして会員となったところであります。その後県内でも2市がこの趣旨に賛同して会員になったとなっております。勝山市では昭和50年から継続的に手話講習会を開催をいたしまして、現在手話方針13名、手話通訳者5名が登録されており、聴覚の障害をお持ちで手話が必要な方には手話通訳や手話方針の派遣を行い、生活面の援助を行っております。また手話方針の拡充を図るために1年間にわたる手話講習会を開催し、手話方針の要請のため鋭意努力をしております。さらには県が実施している手話通訳者になるための講習会の受講料を独自に助成し、
上級者へのステップアップ支援も行うなど、手話のできる方が少しでも増員できるよう環境づくりに努めております。このように現在行っている施策を今後も維持発展させ、市民に対し障害へのご理解を深めていただくためにも提案は良い機会と考えておりますので、条例化の事例をさらに研究いたしまして、勝山市の実態に合わせた手話言語条例を制定できるように準備を進めていきたいと考えております。7番ありがとうございました。今ほどは勝山市の取り組みに関しての内容を細かく教えていただきまして、本当に私たちもよくお聞きしますけれども、頑張っていらっしゃるなと思っております。時々、このなぜ今手話を言語とする条例が必要なのかって聞かれたりするんですけれども、私も最初は分からなかったんですが、実は私たち健常者に分からない、ろう者の方々の現実っていうのをいろいろお聞きしておりました。日常生活のあらゆる場面で、手話が使用できる環境にまだまだなっていないっていう、聞こえないっていうことは聞こえる人が当たり前になっている、音声言語のコミュニケーションをすることが難しいっていう意味なんです。人とつながったり学校で学ぶことでも、家庭や職場でも、地域で人間関係を築いて役割を果たしていくためには、断片的なコミュニケーション方法ではなく、手話で本当に会話ができるっていう社会環境が必要だということでした。最近損害保険の分野で、ある大手の会社が車の事故時にビデオ通話を通して手話を使った対応ができる体制を導入するというニュースがありました。事故が起きた緊急時によりスムーズな対応ができるようにです。このように行政でも医療でも教育、あらゆる分野で手話によるコミュニケーションと情報提供が保障されるためには、やはり手話は要するに言語として法的に整えていっていただくことによって、皆さんが覚えてくださっていつでも話ができるという、そして学校で日本語と並んで手話語というのを勉強して、もうみんながしていただくということで、ろう者の方々の普段の会話がですね、もっと情緒的な会話、本当にそういったことが、学ぶ人も普通な会話が、短編的な言葉の会話しかできない現状なんですけれども、それがもう少し文化的な話ができるようになるということで、この言語にすることによって、基本的人権を守ることにつながると言われておりました。ぜひとも今後、市として、制定に向けて進んでいっていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。5番目いきます。地域包括ケアシステムの実現に向けた情報共有システムについて、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される地域包括ケアシステムの実現に向けた取り組みを進める方向で国は推進しています。しかし、重度の要介護者等に対応できるよう、24時間対応の定期巡回、随時対応などはまだ不十分なところがあります。在宅介護者の状況をかかりつけの医師やデイサービスに通っている施設等と情報交換する方法の問題があります。問題です。今は用紙に書き込んで連絡する紙媒体が主です。ケアマネージャーや訪問介護士さんが自宅に訪問したときに書き込む訪問ノートを使っている場合もあります。これだと訪問の日がどうしてもずれますので、お互いの目に触れるまで情報が遅れがちになります。患者さんのケアに生かすことができないときもあります。それをリアルタイムで情報を共有しようとするには、医師やケアマネージャーなどさまざまな関係者が、医療用語でバイタルと言いますけれども、心拍数とか血圧、呼吸数、体温など、
有効に連携するための患者情報共有システムが必要とされます。例えばケアマネージャーがある患者さんのバイタル、先ほど言いました心拍数とかですね、それをチェックして登録してあるスマートフォンに書き込んでいきます。すると提携している医院や薬局などのスマートフォンとかパソコンにその情報が瞬時に入るんです。スマートフォンの LINE を使っている方ならすぐ分かるんですけれども、あのような書き込みで、この人は今こんな状態です、こんなんですよというのをちょっと書きますと、皆さんにパッと流れるわけですね。グループの方にすぐに伝わり、順次に残っていくというものです。先日、実はこのシステムを使っておられる福井の介護施設でお話を聞いてきました。パソコンでの管理はそこの代表がしておりまして、お医者さん、医院と訪問介護者と薬局とのやり取りなどを見せていただきました。とても詳しく情報がすぐに入るので、介護サービスがしやすくなったと言われておりました。メディカルチェックもグラフで簡単に表せるようになっていました。これはちょっとテレビのニュースに入ったので、見た方もいらっしゃるかと思うんですけれども、実は勝山市で、こうした情報共有システムを契約して、医院や介護施設とリンクさせ、情報を共有していくことを考えていけないか、お伺いいたします。松井健康福祉部長。地域包括ケアシステムの実現に向けた情報共有システムの活用についてお答えいたします。現在、在宅で療養中の患者の血圧など、身体の情報をスマートフォンなどに取り込み、医療、介護の関係者間でのリアルタイムに情報を共有するシステムが開発されていることは認識しております。勝山市においては、平成26年度から地域包括支援センターに医療コーディネーターを配置し、地域の医療・介護関係者の情報共有の支援や、多職種の連携について学び合う多職種連携研修会などを開催しております。そして、市内の医療・介護に関わる専門職のつながりを深め、連携しやすい体制づくりを進めております。情報共有システムは、患者を支える医療・介護の関係者間で情報を共有するものであり、個人情報保護の問題もあり、市がシステムを管理することは困難と考えます。高齢化が進み、在宅医療の推進が求められる中、市としましても、引き続き多職種が連携しやすい体制づくりに取り組んでまいります。7番。はい、ありがとうございます。今ほど話の中にございました個人情報問題っていうのを結構取り出させております世の中なんですけれども、介護医療におきまして、これが一番ネックかなっていうことになると思いました。で、福井 その介護施設さんの方でも個人情報をどうされてますかって言ったら、やはり一人にもういいですか、ちょっとこんなふうになりますけどとご説明して、ちゃんとした委任状をハンコを押してもらって、皆さんに患者さん全員にもらってるという伺ってきました。はい。それで今おっしゃった自治体さんが契約して管理者となっている例をちょっと調べてもらったんですけれども、自治体が契約者となっても医療関係や介護施設関係にそれぞれ管理者を置いてもらえれば、自治体はその個人情報の中身を見ることができないようにっていう、そういうふうにできるそうです。システムを最初からそういうふうに契約してしまえば、ただ契約者が自治体であって、後の管理に関してはその委員とか施設さんに
全部お任せしてしまうってことができるというのをちょっと伺ってまいりました。で、まあ、管理者が全部知ることを知ってしまうので契約者が自治体ではっていうちょっと懸念してちょっと心配してたんですけども、もしかするとこれでちょっと解消できるかなと思っているところですが、まあ、ちょっとしっかり見てきてはないのではっきりまあこういう大丈夫ですよってことも言えないんですけども、そういった例があるってことで伺ってまいりました。まあ、それから都会と比べて、まあ、小さい自治体っていうんですかね、顔がほとんど見えてしまうのでいらないんではないかっていうこともちょっとお話聞いたことあるんですけども、小さい町だからこそこのシステムがいいんじゃないかなと思うんですね。大きなとこですと例えばそのスマートフォンに入ってきた資料が、あ、この人どこの誰だったっけと思うような名前が入っているとか、なんか分からないなってしまうこともありますけれども、今この勝山市内でその業界に入っていらっしゃる方だと大体名前と顔が一致するっていうことがございますので、だからこそ使えるんじゃないかなと思います。それから電話だと相手が今何電話でこう連絡し合うってことも思いましたが、今してらっしゃると思うんですけれども、今何をしているか分からないときに電話すると出られないときとか、まあ、迷惑になる場合もあったりしますので、やはりメールでそっと入るのはパッと見るで見て分かるのですごいんではないかと思いましたので、また私も改めてまた研究しまして、いい方向になるにまたご相談したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。では最後に、結婚支援事業について、これ1番と2番ありますけれども、1番に、ご答弁いただいて、1番丸1でご答弁いただいて、丸2番でまた最後とお願いいたします。まあ、結婚支援事業については、まあ、今までどなた何回も、まあ、一般質問出てきたんですけれども、今年度は、まあ、人口増に向けまして住宅取得時に関する補助とか、まあ、いろんな仕組みというかそういうのをされておられますので、あえて結婚支援事業を取り上げてみました。ではまず1番目のお見合い件数と成立件数について、市では結婚相談員10名の方の地道な活動の中で毎年何組かの結婚成立が決まっているとお聞きしております。また平成29年度の結婚相談事業の中では新規の取り組みとして県外女性との交流イベントを開催とありました。まず平成28年度の結婚相談事業においての見合い件数と成立件数、また平成29年度になってから今この9月の現在までの状況もお伺いいたします。松井健康福祉部長。結婚支援事業について、お見合い件数と成立件数についてお答えいたします。勝山市結婚相談事業での結婚相談員さんによる平成28年度結婚相談件数は160件で、その中でのお見合い件数は25件、婚姻成立件数は2組でございました。また平成29年度9月までの相談件数は95件で、その中でのお見合い件数は16件、婚姻成立件数は2組となっております。7番。はい、ありがとうございます。すいません、それではですね、結構相談事業とかお見合いの件数とかをお伺いしますと、本当に今頑張っておられるのかなと伝わってくるんですけれども、やはりなかなか誠実にまではいかないのかなっていう現実が見えてくるようです。まあ他市においても実はそんな事業現状なのかなと思っておりましたところ、先日の新聞記事に愛媛県の愛媛結婚支援センターの記事が出ておりました。でタブレット端末を使いビッグデータが進めてくれる人とお見合いをしてもらうという新たな手法です。現在は自分の好みで、まあ、相談員さんに探してもらいお見合いをいたします。
一度会ってみてうまくいかないと、なかなか次には進められないものです。ビッグデータっていうのは、最初は自分で好みの方に選んで、また宮を申し込みます。もしそれが断られたとしますと、その行動を基本にしまして、他の好みの似た人を、そのコンピューターが登録されている中から探し出してくれるんですね。そして、お勧めしてくれた人とまたお見合いするという。そこまでこぎつければ、その後はその中に入ったボランティアさんが、やはりメールなどを使って、お互いの気持ちをこっちに聞き、こっちに聞きというふうにして進行していくそうです。この手法にして、愛媛県では2015年か2016年の1年で228組もの成立があったそうです。民間の結婚相談所に頼むと、1回登録するだけでも20万とか30万の費用がかかると聞いております。こちらは自治体がされるので、年間5000円で2年間1万円というふうに2年間の登録をしているそうです。でこういうビッグデータの活用ということについて、市も取り入れてみないかどうかお伺いいたします。松井健康福祉部長。次にビッグデータを活用した結婚支援事業についてお答えいたします。ビッグデータの活用にとなると、勝山市単独で実施するには対象者のデータが少数で、少なくとも県内各市が担当している対象者のデータを集約させ活用するのが重要と考えられます。過去に福井県において愛媛県で実施しているようなビッグデータを活用した結婚支援事業に関し取り組もうとした経緯がありございます。しかし個人情報の取り扱いやその他諸事情のため運用ができなかったと聞いております。現在県においてはインターネット上で福井婚活カフェを立ち上げ運営を行っています。このサイトでは県内で行われている男女の交流イベントの紹介や福井結婚応援企業の募集や紹介、縁結びさん、結婚相談所、県内で実施している各種施策や結婚に向けたアドバイス等を紹介しております。また県では福井婚活カフェメールマガジンを登録者に送付し、タイムリーな婚活情報を発信しています。このメールは、福井結婚応援企業に登録されている職場の縁結びさん宛にも送付されており、企業の従業員等への情報発信としております。勝山市役所においても、福祉児童課長が職場の縁結びさんに登録されておりますので、職員向けに同メールを配信し、周知に努めております。市が開催しています男女の交流事業の申し込み者からは、福井婚活カフェを見たといった方も多数いますので、このサイトの PR 効果は有効であると感じております。市では今年も男女の交流事業の参加者募集として、市内の企業等にお声掛けと同時に、従業員の方々が参加しやすい環境づくりへのご協力をお願いしております。今後とも結婚相談事業の中で、男女の交流イベントを積極的に開催し、交流機会を提供していくとともに、これを機会に2人が結婚へと進展できるよう、さらなる努力をしてまいりたいと存じます。7番。はい、ありがとうございます。すみません。先日の10日の新聞なんですけれども、やはりたまたまそういうふうに書いてありまして、自治体の約53%が結婚支援事業に取り組んでいるんだけれども、県内では越前市と池田町はやっておらず、
平寺町は取りやめたとあったんですね。まあ、婚活イベントなどをやってもなかなか成婚となるのが、大変だとお聞きしておりますので、勝山市は頑張っ、また改めて言いますけど、ご苦労様ですけど頑張ってるなと思っております。2組という、まあ、成績的には、ね、あんまりあれですけど、そこまで行くのも、ね、大変だと思っております。ただ市内の方でね、結婚相談ありますよって私もお勧めしたことあるんですけど、いやちょっと行くの恥ずかしいでって言われて、実は民間の結婚相談所に相談料30万を払って成立したら、また成立料としてまあある差し払ったということをお聞きしまして、本当に親御さんの苦労話になったんですが、大変だと伺いました。まあ、なぜ行かれなかったのって言ったら、息子だったんですけれども、やはり仕事柄きっかけができなかったり、まあ、性格的に自分からアプローチできない人ですので、人なので、どうしてもその相談所さまで行けないっていうんですかね、まあ、一人で悶々としてる感じだったので、親御さんがもうこうしたんですよっていう形でした。ということで、そういった方のために、まあ、おせっかいおばさんっていう、まあ、相談員の方はそう言うと悪いですけど、そういった方の一生懸命こうコミュニケーションがまだ取れないならば、タブレットとかそんなんで気軽に、まあ、申し込みできる方法があればいいんじゃないかなと思って、こういうのを探してみたんですけれども、本当に今時の若者っていうのが割とネット傾向が多くなってきたではないかと私は思っているんです。まあ、Facebook で知り合って結婚したご夫婦もおられますし、まあ、ネット文通みたいなので、面と向かってだと喋れないけど、メールなら本音を言い合えるということで、まあ、結びついたということあります。とにかく中に入ってもらうのがこう嫌、煩わしい嫌っていう、そういう方も、中にはいらっしゃいますので、昔ながらのやり方もいいですけど、たまにはそういう違ったものも取り入れて、まあ、間口的に広げていくのも新しい手法ではないかと思いますので、またご検討くださればと思っております。ありがとうございました。以上で終わらせていただきます。暫時休憩。